例えばその理不尽なことをして怒ってる人が目の前にいるヤクザだったら人は逆ギレしないんですよ。やっべえヤクザがわけわかんねえ怒り方してるけどとりあえず黙ってよってなるじゃないですか。なのでその相相手手に対しててては強く言っっいいって相手のことをなのでその基本的にはその人間って怒りをあの止める能力って子供以外があるんですよ。 その子供はあは自分より強い相手に立ち向かったりするんですけどあの大人になると自分より強い相手とか上司とかには立ち向かなかったりするのでなのでかその翻訳の仕事をしてる人も Google トランスレットとか DPL とかにぶち込んででまあそれっぽいもの上がってきてでもちょっと間違ったよねここみたいなのを人間が直すっていう形でうまく使うというので。 で、じゃあ今画家の人たちとかが、じゃあその PC で絵描くときとかも、やっぱりそのイラストレーターとかの便利機能を使ったりするわけですよ。なのでその便利な機能を使って自分のやりたいことを表現するっていうので、なのでその例えばシンセサイザーであの作曲する人っていっぱいいますけど、本来楽器でやるべきことをシンセサイザーでやって、そのなんかあのちょこちょこ直したりとか、じゃあドラムの音こっちの方がいいよねと直したりとかってザラにあると思うんですけど、 なのであの便利なツールが増えたっていうだけで別にその,その職業がなくなるかって話じゃないと思うんですよね。なのである程度実力のある人はむしろ仕事ができる量が増えると思うんですよ。 使用をある程度考えて、考えた使用をコードに落とし込むっていうのを今までやってたと思うんですけど、使用をある程度考えて、その使用をじゃあ、そのチャット g p t 4に伸ばせて、上がってくるコードをチェックする、それに鉄道を食わせるっていうのを鉄道で回して、動くんだったら OK みたいなのをやってやるっていうので、コード自分で書く時間がどんどん減っていくので、むしろあのプログラマーとしては儲けやすくなるんじゃないかなと思います。 要はその、えっ、ー、と、なんか、えっ、ー、と DX みたいな DX 人材みたいなのを、なんかあの、1000万人ぐらい増やさなきゃみたいなの確か自民党の人が言ってるみたいなのがあったんですけど、別にその、あの要は DX、えー、とデジタルトランスフォーメーションをやる人材を増やすんじゃなくて、今のエンジニアが10倍動けるようになれば一応可能なんですよ。 でそれが行動を書くっていう形じゃなくて、10倍納品できるようになればいいわけで、でそれがチャット GPT で納品できるようになると、じゃあ10倍納品してるから給料も10倍になるかもしれないんですよ。なので、割と未来は明るいんじゃないかなと思いますけども、エンジニアもね。金利で低い金利のままで今東京で帰れるかっていうと結構厳しいんじゃないですかね。なので、その金利が低いっていうのも、そのここ5年とかの話で、多分5年後とかにめっちゃ利率上がってる可能性あるんですよね。 一応、その、あの、4月から、あの、日銀総裁になる予定の上田さんという人が、その、アベノミクスから出てくというのは言ってるんですよ。要は、アベノミクスをいかに回収するか。要するに、その、えっ、ー、と、低金利で、あの、その、株をずっと買い支えるっていうのと、で、国債が、その、利率が上がりそうだったら、バンバン買うっていうのをやってたんですけど、 でそれはさすがにまずいよねという形で出口戦略で何が起こるかっていうと株の買い支えをやめて国債が利率が上がったとしても買わないでスルーする。でちょっと前まで0.25%超えたら全部買ってたんですけど今10年ものね0.5%を超えなければ買わないっていう状況になったので多分そのうちじゃ1%を超えなかったら買わないみたいな感じでだんだん上がっていくので,なので長期的には金利は上がる方向だと思うので なので、その今の金利が安いっていうのはあんま当てにしない方がいいと思うんですよね。普通、そのローンで買うっていう人って、30年、40年払って買うわけですよね。なので、その30年、40年後の金利って読めないんですよ。その要は、アホみたいに下がってる可能性もあるし、アホみたいに高くなってる可能性もあるし、どうなるか分からんっていう話なんですよね。だから、その不動産に関して決め打ちをするは、僕、あんまり良くないと思ってて、あの 5年前ぐらいまで、あの、タワーマンションが、相続税が安くなるよねっていうので、結構営業されていたんですよ。要はその、相続税というのは、あの、土地あたりにかかるので、で、マンショタワーマンションって、あの、ちっこい土地の上に、アホみたいにこう、部屋が建ってるので、あの、普通の一軒家とかより、相続税安く済むっていうの、裏技があったんですよ。ところが、で、それで、じゃあ,あの、相続税対策になりますよ、タワーマンションっ,つって売りまくって、 であのそこなら埋まったんですよ、えっと、もう埋ままるのかな、ま、だ埋まったのか分かんないですけどで結局その相続税ってあの相続税対策で買う人ってその買った後に死ぬまでその30年とか40年とかあるじゃないですかそうすると30年後とか40年後の税制ってどうなってるか分かんないのでその現時点の相続税対策って大体無意味なんですよ。 そのタワーマンションでそうやって相続税対策しようとしてるやつがいるぞっていうのは税務省がわかってるので、じゃあその穴埋めますっていうので、だから2年後に死にますとか3年後に死にますっていう人は相続税対策はありだと思うんですよ。 要はその税制調査会みたいなのがあって、あ、じゃあこういう相続性対策があるからこれ埋めようねっていうので法案作って、で国会に出して、国会がそれ通して、で、その法案の方法,法が施行されるのに1年経ってとか、要はその税務署が気づいてから対応されるまで、やっぱあの最短でも3年ぐらいかかるんですけど、でも10年、20年死なないっすっていう人って、もうそのまま埋まると思った方がいたんですよね。なのでその不動産は決め打ち率が高すぎるので。 か株とかの場合だと、あのやべ間違ったって言ったらすぐ売れるじゃないですか。不動産って、やべ間違ったって言っても、ローンがあったら売るとかなかなか難しいんですよね。損してもいいから売るっていうのもありますけど。で、そのローンで買うということは、自分の持ってる資産の多分60%とか70%とかを不動産にぶち込むっていうことな気がするんですよね。 で、あの、なんか金融資産がそのなんか1億2億ありますとかで、で不動産を3割ぐらい突っ込みますであれば僕全然いいと思うんですよ。でもその不動産がなんか7割とか6割ですってなっちゃうと、東京が落ちた時に自分の資産も落ちることになるわけじゃないですか。ただからその東京は絶対大丈夫だって信じたい人は信じればいいと思うんですけど、でもその20年、30年以内に60%の確率で、 あのな南海トラフ地震が起こると言われているのですよ。で地震が起こった時とかに結構不動産価値日本中下がると思うんですよね。なのでなかなか厳しいんじゃないかなと思いますけどね。特殊な事情で破綻したわけではなくて単純にそのアメリカの利率が上がって国債価格が下がったので結果として破綻したってなるのでであの銀行で運用に国債を買ってる銀行っていっぱいあるんですよ日本も含めて。 なので、利率が上がったら、その分あの、再建価格下がるので、じゃあ損失出るよね、っていうのは、どの銀行でも起こり得ることなので、なので、アメリカがインフルを抑えられるかどうか、で、抑えられないんだとしたら、利率上げなきゃいけないけど、どれぐらい上げられるのか、上げなくて済むのかどうかっていうところで決まるので、なので、もうなんか、どの銀行が絶対大丈夫とか、あの銀行は特殊だからとかっていう話じゃないんじゃないかなと思ってます。